プチセカ。台本はどうだった？今度のショーは熱狂と感動の一大スペクタクルだ。話題になるに違いない。面白かったよ。まあ司にしては悪くないかな。でも演出的に司くんが2人必要だね。何？ルイなんとかならんのか？こうイリュージョン的な。いくら僕でも。ん？待てよ。しかし考え込んじゃった。ここはルイくんに任せようよ。タイムマシンだよ。タイムマシン？演出用の道具を作っていたらたまたまできてしまってね。さすがはルイだ。でこれでどうするんだ？1週間後の司くんを連れてくるのさ。しかし未来の俺には何と説明するんだ？事情は知ってるはずだから大丈夫さ。おーい、サム様だと思って待っていたぞ。俺、さすが俺、話が早い。早速だが乗ってくれ。大きな音がしたと思ったらまた天魔先輩と上白先輩ですか？し、白石。何ですかその怪しげな機械。危ないことしないでください。大丈夫か？こら、すごい音出して何してるんですか？天魔先輩と上白先輩が2人増殖するなんて、多分高速違反ですよ。あ、私ドッペルゲー。あー、関係ない白石を巻き込んでしまった。どうやら白石くんが気絶している間に帰った方が良さそうだ。ん？さては知ってて白石を頼むぞ。どうだ俺の演技は？なかなかだったろう。これでタイムパラドックスは免れたね。考えてみればすごい体験だな。だが問題は解決していないぞ。スカサロボさ。おお、いいじゃないか。そっくり。で、誰が操縦するの？ん？